武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の日本史の勉強について話していきたいと思います。日本史ですが、時間60分で大問が3題、出題されております。で、全問、マークシート形式ですね。で、割と問題数が多くですね、時間的余裕があまりない、形式と、なっています。で、問題としては用語を答えるようなものもあれば、正誤問題も出ており、正誤問題の問題数は割と多め で、この正誤問題がちょっと難易度高いようなものも混ざっているので、正直その解けない問題は本当に解けなかったりします。用語集とか見ておかないとわからないようなレベルのものもあったりはするので、なので確実に解けるよう、問題に関してしっかり取り切って合格点に届かせるようにしていきましょう。レベル的には日大レベル、対応できていれば合格点十分いけますので、日大レベルのやり込みが重要です。で、資料問題なども出てきておりますので、まあ、あの資料、出てきてもちょっと自信ないなとか、やっておきたいなっていう場合には、資料問題1問1答完全窓、まあ、版などを使って、まあ、資料の対策をしておくといいでしょう。とにかくその正誤問題が結構出題率が多い以上ですね、これに慣れておくことが必要となりますね。正誤問題はどこがその正か誤かを判断するポイントなのかっていうのをまずしっかり知っておいて、それをもとに知識を入れ直すっていう作業が、かなり重要になってきますので、こちらを、入れ直すように、まあ、しっかり入れてですね、対応できるように心がけておきましょう。で、ちょっと先にも言いましたけど、捨てるときは捨てるという覚悟をちゃんと持ってですね、変に未練を残さず、解ける問題を確実に取り、切るように意識を向けるように心がけてください。以上が日本史の勉強となります。